ました。今回も。今日もね、予定は、あんまり決まってないんですけど。はい。とりあえず、コストコに向かってます。はい。コストコ行きましょう。あともう一つだけ、予定決まってて。はい。前川さんって、前にも、私たちの動画で紹介させてもらったことあるんですけど、美容師さんですね。そうです。そう、その前川さんが、なんと、最近、お店をね、オープンしたということで。おめでとうございます。おめでとうございます。もう毎月お世話になってるから。マジでお世話になってます。もうほんまにお世話になりっぱなしなんで、お祝いでお花をね持っていこうと思ってて。はい、人生初の胡蝶蘭プレゼントするんですね。ちっちゃいんですけど、邪魔になったら悪いから。そうやな。ちっちゃめの胡蝶蘭を用意したんで、それをね先に持っていきたいと思います。持っていきましょう。楽しみですね。楽しみです。でもうほんまに予定も決まってないし、ただのドライブデートなんで、とりあえずお揃い着てみました。あ、そう、今日ペアルックなんやった。ペアルックとかマジでさ、いや、マジせえへんで。なんか家とか写真撮るときとかにペアルック着たりはあるけど、なんかがっつり出かけるとかは初めてかもしれん。ねえ、俺は正直今ドキドキしてます。え、こそ久しぶりすぎて。見てください皆さん、もうめちゃめちゃ可愛いないですか。隣の人めちゃめちゃ可愛いないですか。カチューシャしちゃいました。そう、もうカチューシャが似合いすぎてます。こんな感じで、ここにリボンついてるんですよ。可愛いな、それがな。後でそう、後でまた、撮ろう。ちょっと照れてるやん、かわかいやん。嬉しい。目についてんで。出た、もうなんか久しぶりに言われたな。言ってなかった、もう最近。最近ついてなかった、目合いに。いや、ついてたけど、だるくて言ってなかった。とりあえず、もうつくんでね。お腹すいた。お腹鳴った。お腹すいたって聞こえて、お腹鳴った。お腹で答えた。忠実やわ、この顔だって。さっき食べたけどな、一緒に。だから、まあとりあえず買い物して、ピッツァ食べよ、ピッツァ買おうか。ピッツァ買って、ちょっと公園とかで、コリミ紹介とかしちゃう。一応軽く。せやな。うん。欲しいもん結構あるんだ、コストコで。じゃあちょっといろいろ見てコストコ楽しんでいきましょうか。行きましょうか。はい。お腹すいたわ。お腹すいたって聞かれてめっちゃお腹すいた。忘れてた、思い出した。うん。なんか吐きそう、お腹すきすぎて。怖いってもう。着きました。着きましたね。コストコのシーンはいつもここで終わるからね。ああ、それ。いくら知らんとな、一回行ったもんな。一回行ったから。すごく混んでる。混んでるね。似合ってるね、それ。あれ？え、カチューシャ。てかもうオイコス卒業したから、そんなオイコス買わんとこな。ほんまそれな、俺しか食ってないからな。オイコス飽きた。シリカスやるかな。いやほんま、俺も同じこと考えてた。うん、シリカスやったらいいなって。俺もめっちゃ飲みたい。めっちゃ、たっちゃん飲んだんないよ。たっちゃんは普通の水。カート入手です。入手です。お腹すいたぜ。じゃあもうパッと買い物してピザまでたどり着こう。コーラ飲みたい。おお、久しぶり。珍しいの、コーラ買おう。ああ。どぎつかったで今。今日かった。花金。カップル。はい。買いました。買いましたね。結構買ったな。結構買った。けどあれなかったな。そう、シリカスいなかったんです。ちょっとメインはなかったけど、まあまあまあそれなりに買ったから、ちょっと移動してご飯食べながら購入品紹介します。はい、無事いい感じの公園を見つけることができました。できました。お腹すいた。お腹すいたね。食べよう。とりあえず食べよっか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。コカ・コーラも。ありがとうございます。コストコでな、買い物してるうちにコーラよくなくなった。言って。いただきます。おいしい。いただきます。美味しいな。え、お世話始まった。交換する？あ、
スがさ、食べ物さやからさ、ミソル半分交換するって言ってたらさ、もう全部ピザなくなるんじゃないですか。じゃあ、2口しか食べんときは。2口もバリでかいやろ。ほぼずつ。いやいや、2口しか食べん、大丈夫。でも嫌や。フリとかじゃない、思うな、嫌や。いただきます。めっちゃ見てるやん。まあ人の倍くらい口出たよ。そもそもが絶対汚すで。怖いな。汚くて。あとここについてる。取って。なや。取って。取って。うわ、ちゃんと二口で取ってる。え、結構食ってるやん。え、二口やと思う。あ、ほんま？もっと食べたかな。結構口でかいで、だから結構めっちゃ口でかいで。ほら、笑った口でかい。うさいけ、それは。なの。やっぱあれこさ、頭でかいからさ、ほんまにカチューシャしたらさ、モモとか食べたらここめっちゃ痛いけど、バリ痛なってくる。ディズニーとかでもカチューシャ2個途中で取るやん、頭でかいから。ディズニーの時もその話しとったな。そう、頭でっかちあるある。何？何？こっちの人いないけど。仲やな、俺らってマジで仲悪い。なあ、仲ええやんけ。今日もあのコストコ行ってる時、こうカートをしてる時になんか腕こうやって持って、ダーリン、私のダーリン。言ってた、言ってた。いいとこだけピックアップして。食べたい。普通ちぎったら右側上げんねんけどな。ちょっとほんまに多いって。これやるからさ、ほんまに達也のこと好きなんですかって言われるんで。いや、これめっちゃ好きな人からこれされても絶対この反応すんで。多分する。よく達也以上に好きなものなんてないもん、マジで。あやくが購入紹介したいからあやく言われて。ほんまこやつおるよな。カチ君遅いからな。遅いんかな、遅いか。だって食ってる最中にちょっと休憩挟んだりするやん、あの時間。ゆりこさ、山田孝之似てへん。何の話。うわ、フローズの山田孝之やん。芹沢や。芹沢の顔しとった今。え、似てる？似てない、あんまり。似てる、どっちかって言ったら。じゃあ俺は。あれ？坊主の人？誰がマキセやねん。ガこれほんま可愛いね。おお、紹介していい？あ、紹介していい。これはほんまに可愛いから。はい、このカバンね、最近ずっとほんまにもうお気に入りで使ってるんですけど、うん、JWPay っていうブランドで、うん、プレゼントしていただいたんですよ。JWPay さんに。ほんまに羨ましい。しかも、うん、この種類だけじゃなくて、うん、これのホワイト、あー、すごいやつと形が違うやつも何個かいただいて、うん、これからね、動画で違う種類も紹介していくと思います、うん、いや、ほんまに全部可愛いもんな。ほんまに可愛いよ、マジで。じゃあ、リコはもうほんまにこれが大切すぎて、毎回家帰ったら届いた箱にもう一回片付けて、こう、ちゃんと並べてんねん。傷つくんが嫌やから、うん、大切に使ってんな、めっちゃな。大切に使ってます。今日の服にもめっちゃ合ってるくない？ほんまに合ってるよな。なんかポイントになる、ほんまに。おしゃれな人みたい。おしゃれじゃないのに、リコ。おしゃれやん、カチューシャもしてかわいいよ。自信持ってるやん。JWPay さんに、うん、クーポンとかもいただいたんで、はい、概要欄に貼っときますね。はい。もうほんま嬉しそうやねん、ずっと。ほんまにかわいいねん。全身も一応副紹介しとき。これはあれですね、たっちゃんとお揃いのラコステ。ラコステ、これほんま可愛いよ。ワンポイントで。そうで、このパンツは、うん、セラ東京
のです。私の大好きな。これはもうめっちゃ好き。これそう、なんかこうなってるんですよ。なんかちょっと広がってて、ここに切れ込みが入っててね、あの私足ほんまに激短なんですけど私でもちょっとほら、ちょっと足長く見えへん。うん、ちょっと見える。お前は言うなお前はリコのフォローをする役目だ。ほんで何がいいって、このパンツは、うん、あの私最近バリ太ったんですけど、あのめっちゃ伸縮性があって、何やろ、伸びるねん。あ、そうだ、きつくならへんぞ。全然きつくない。いっぱい食べても全然大丈夫いっぱい食べんなほんでこれはお兄ちゃんからもらったナイキの靴です、うん、これも合ってるわ、この服に。かわいい。で、あ、これやこれ。あ、それやん、それさっきも言ったけど、うん、これはフェラガモのカチューシャですね。いやー、これほんまかわいいわ。なんでジップメアに出てる。じゃあもうあー、ストレスだ。え、言わん方がいいか。いや、言って。でもリコもその反応されたらストレスやねじゃあもう早く購入品紹介しよう。あ、欲しいな長い、ここ。購入品紹介。はい、すごいな、結局なんやかんやで買ったな。大量に買いました。もうババ、あじゃあこれからいきますね。はい、どうぞ。ビフィーズスキンヨーグルトを買いました、はい、これ、まあ3つ入りのやつがな、4箱あんねんけど、昨日買ってんな、ヨーグルトそう、あの、父安ヨーグルトと牧場の朝を買ったんですよ、うん、これを、残ってるヨーグルトを1週間ぐらいで食べきらないとあかん計算やから。そう、毎食食べなあかん。そうやね。はい、このチーズですね。あの、嫁用のお吸い物。好きなもん買ってるって感じですね、これも。これ最近ハマったコッパ。コッパね、あの前の家でバーした時の。そう。コッパの。コッパの生ハムです。で、はい。だしだ。だしだ。これマジで美味しくて、あの多分やけど、うん、これはほんまに多分。多分。やけど、うん、全国の焼肉屋さんのスープは全部これ使ってる。ガチガチガチ、ほんま多分やからな。多分やけど、ね、ほんまにこれ使ってると思う、リコは。けどほんまにこれにわかめ入れて飲んだらもうそれやねん。これマジで買ってみてください。ほんまに美味しい。だしだね。はい、これですね、次は。はい、ガラスープ。鳥言えや。鳥書いてないねん。でもガラスープ下流ガラスープ俺が間違えてたんや。はい、下流ガラスープ。下流ガラスープ。はい、もう頭おかしくなっちゃった。知ってる知ってる。いつも眉毛太ない、なんか最近。前川さんのとこで眉毛剃ってもらおう。やってもらいいや、今日ほんまに。俺も決めとってん、今日やってもらうって。絶対やった方がいいちょっと眉毛太すぎ誰が眉毛太いね、恥ずかしい。柑橘をほっといて。誰が柑橘やねんはい、これあのコンタクトの液ですね。はい、めっちゃ安い。安いや。これ定番のディナーロール。もうこう見せよう、もう。はい。あ、見えてるかなこれ。はい。見えてるかな。はい。オイコス5ケース。買いました。買いすぎ。入れました。はい。終わりやんな。そう。今回はちょっと今から前川さんとこ行ったりもしなあかんかったから、生もんとかはな、買わんようにしてんな。そうそうそう。肉とかな買ってないの。生ハムは買っちゃったけど。うん、うまいな。またすぐ行きましょう。行きましょう。ほんま最近ヨーグルトにハマってんねんな。なんでヨーグルトにハマってるかっていうと、視聴者さんが私に乳酸菌を摂取してる人は肌がめっちゃ綺麗みたいな、なんか研究の論文みたいな。あ、なんか言ってたな。そうそうそう、やつを送ってくださって。それ言ってた。そう、それがリコほんまに興味深いなと思ってあの今ヨーグルトを毎日絶対摂取するようにしてるんですよ。大事やと思う。でも乳酸菌はな。じゃあ行きますか。じゃあ行きましょう。急にバイバーイ。ハナキン頑張れー。割り可愛いな。めっちゃええやん。イエーイ。これ刺すみたいです。怖すぎんねんけど。画滅ハナキンカップル。バイバーさんに私に行きますか。私に行きましょうか。あ、めっちゃええわ。はい、こちら前川さんのお店になります。はい、初めて来るからどうやってすんのかわからんけど。じゃあちょっと入っていきましょうか。入ります
よかった。呼び出し中。前川さん呼び出し中。前川さん。前川さん、おめでとうございます。おはようございます。かわいい。やばい。胡蝶蘭です、これ。ちょっといけますか、これ。置ける、大丈夫。刺したいんですけど。前川さんの部屋みたいなのできるんですか。あ、もちろん、どうぞ。いいですか、ちょっとすごいいい感じの。クイクイクイ、マジで。ありがとうございます。すごい。うわ、すげえ。うわ、すごい。すごい。ルーキューです。すごい。めっちゃいい。うわ、すごい。いいですかこれ今回。めっちゃ嬉しい。これちょっと後から出そうと思って。どうぞ。リゴこれ刺しちゃおう。もう置いて。いやこれどうしよう。ここに置こうかな。いやもう邪魔ならんところに前田さん置いちゃってくださいもう。すいませんですね。ここに置かせておこうかな。これ刺していいですか。リゴ行ったね。後ろに。えやばい。えこれいけるのかな。あいけた。いいだ。これいいです。わあいいやめっちゃ。ここでシャンプーするんですか。ここでシャンプーします。すごい。触ってみて。え、そこでやってみて。いいですか。あのね、そうなんですよ。前川さん、あの僕こんな厚かましいこと言って申し訳ないんですけど、あの眉毛ちょっと今やってもらっていいですか。あ、もちろんいいよ。眉毛もどうで。眉毛がちょっと太いってリコに言われて。あ、そうなんよね。オッケーオッケー。ちょっとちょっとあれかな。この辺かな。これの場合。え、確かに思ってました。私もなんか眉頭。うん。なんか眉尻はいい感じなんですけど。そのまま。で、ちょっとこの出てるところ。ちょっと薄めにしようかな。はい。はい、お願いします。こうやっていつもリコと前川さんが相談してやってくれてます。だってやってみると気に入りすぎて、ほんまに良かったです。今までね、こんな自分で鏡見て見たことないくらい見てました。一生じゃダメです。なんかセットしなくてもいい感じなんですよ。で、まあセットしたらもう一瞬でバチッと決まるから。リコいらんかったですね。怖いね。おもろいこの映像。痛いな、首抜いたよなんか。前川さん首の毛抜かれました、後ろのやつに。首の毛抜かれてた、うん、あーイケメンです。はい、かっこいいです。今日もう絶対前川さんにやってもらうっていうのはもう決めてました。胡蝶蘭を持って行って前川さんが喜んだ時にそれを言う。じゃあ絶対 OK してもらえると。ちょっとだけ乗せてから言う。ちょっとだけ。いやでもそれ良かった、 OK って。いや嬉しい。これめっちゃ嬉しい。これいいっすよね。これさ、俺らのことを全然知らない人たちからしたら誰やねん。このカップル何やねん。おめでとうございます。おめでとうございます。もう今日はそれだけ言いに来た。嬉しすぎてちょっと、いやもうすごいちょっと大変やと思うんですけど、頑張ってください。頑張ってください。応援してます、はい、本当に。毎月行きます。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、頑張ってください。ありがとうございました。バイバーイ。はい、はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。すごいなんか幸せな気分ですね。せやね。前川さんもめっちゃ喜んでくれたし。ほんまそれ、なんか前川さんと会ったらいつもよりこうめっちゃ幸せな気分なんで。わからんかも。わかるで。わかる。うん。なんか前川さんってさ、すごい向上心がある人やんか。ある。やけど、すごい謙虚で、すごい律儀正しい方。うん、もうなんて、何、表現したらわ、うん、いいかわからんくらい、もう素敵な人なんですよ、前川さんって。そんな前川さんに喜んでもらえて本当に嬉しかったですね。泣きそうになってたな。あれはちょっと泣きそうになってた。あれは絶対や。まあこうやってなんかいい人に囲まれて日々頑張れてるから。そうですね。僕らも周りの人に恵まれすぎ。ほんまにせやね。ほんまに恵まれてる。ちょっとまあそういうところを感謝しながらね。そうですね。また頑張っていきましょう。
終わりですか終わり、なんとか終わらせようとしてんねんけど今終わらせようとしてんねん終わりますか終わりましょう。じゃあ、今日の動画もこんな感じになりましたけども、はい、見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ後ほど後ほどいつあんのそれ